ごちそうさま。大丈夫？いや、これが二日酔いというやつか。私、学校だけど、ユキトさん、どうする？ついていく。え？ハルコから頼まれたんだ。何を？お目付け役だ。お前がバカなことをしでかさないように。ああ、私まるで信用なし。だから学校までは送る。うん、わかった。一緒に行こう。ユキトさん、手ぶら？俺がお前の学校へ何を持っていくんだ。わ、カラス。カラスだ。おい、何を？カラス触ってくる。好きにしてくれ。うん。バカかお前は。そんな勢いで近づいたら逃げられるに決まってるだろ。友達になれるかなって思ったのに。お前、クラスメートに対してもガオーとか言って迫ってるんじゃないのか？してないしてない。でも悪気がないのにこそっと近づくのも変だと思うし。そんなのいつまで経っても触れないぞ。そうだね。誰もいないぞ。急がないとダメでした。俺のせいじゃないからな。お前がカラスとか追いかけてるから。終業式の途中から入るのは恥ずかしいからホームルームから出よっと。終業式だったのか。うん。いいのかそんな適当で。うん、いいと思う。誰も心配しないし。行こう、ユキトさん。気持ちいい。不良学生だな。そんなことないない。まあ友達は少ないけどね。最初に会った時もそうやってたな。うん。空に何かあるのか。小さい頃から空にずっと思いを馳せてた。どうして？わかんない。ただもう一人の私がそこにいる、そんな気がして。もう一人の。ロマンチックだよね。本当の私は空にいるの。ずっと風に吹かれてどこまでも遠くを見渡せて、地上にいることなんて全部ちっぽけに見えて、きっとすごく優しい気持ちになれるんだよね。この空の向こうには、この空の向こうには翼を持った少女がいる。どうしたの？俺が探してるのはもう一人のお前かもしれない。え？ユキトさん、人を探してるの？なあ、どんな人？わからない。その人は空の上にいるの？ユキトさん？バカ、冗談だ。空が飛べるならお前はここにいないだろ。その子は飛べるのかな。私も飛びたいな。お前、危ないぞ。わっ、バカ。やっぱり羽がないと飛べなかった。そんなに飛びたいんだったら飛行機にでも乗れよな。違うよ、自分の体で風を切る。それは本当に自分で飛ばないとできないことだもの。あ、そろそろ私行くね。ああ。さて、さっさと旅費を稼いでおさらばするか。